株式会社エピックスはソニーコンピュータエンタテインメントに所属していた山本哲司が代表取締役を務めるデジタルコンテンツの開発会社である。コンソールからソーシャルまでのゲームを主としたデジタルコンテンツの企画、制作業務、及びネットワークサービスの企画、制作、運営業務、また既存、新規コンテンツのメディア、チャンネルミックス、 内紙マーチャンダイジングまでのプロデュース業務を事業の柱とした日本の企業である。前身は TM ネットワークライブインパワーボールを手掛けた全クリエイティブハウス。1999年6月、株式会社 G アーティスト設立。2006年6月、制作、運営体制の改革、強化とともに株式会社エピックスに称号変更。 同年8月にゲーム企画、制作事業のさらなる強化とネットワークサービス、電子商取引の新規事業展開を図るため、第三者割当増資を実施し、株式会社ウィズの子会社となる。同8月、山本哲次が代表取締役に就任する。称号変更後は、プレイステーションフォーマットのみならず、任天堂 DS 用ソフトや携帯アプリ、 ソーシャルゲームの開発にも着手し、iPhone 登場時には、ソフトバンク、株式会社ウィズと共に、iOS 向けのネイティブアプリ開発会社も立ち上げている。2008年7月、本社を東京都中央区日本橋浜城に移転。2009年2月、株式会社ウィズ保有の全株式を買取独立し、保有の全株式を買取独立。 コンテンツのが、制作、運営事業を本格的にスタートする。同年4月、本社を東京都新宿区神楽坂に移転。2011年2月、石川県金沢市に金沢オフィスを開設。2014年9月、本社を現在の日本橋かや町に移転。ありがとうございます。